はい、どうもエルザレトです。それではファイアーエンブレム風化節月久しぶりにやっていきましょう。ほんとちょっと久しぶりだね。いやー、決して、サボってたわけではないまあちょっとね、いろいろ他のゲームしてたらねっていう感じでしたね。ユラキック最初から始めるで遊べますと、まあ、続きからですね。前回が魔物ですね。大型の竜って言ったらいいのかなが出てきたんで、そちらを倒して終わったというところになります。白雲の将、角弓の説、死神の噂ということで、死神の噂やっていきましょう。ファーガスの北から涼やかな空気が降り始めると、フォドラは実りの秋を迎える。女たちは黄金色の絨毯を刈り取り、男たちは角弓を手に野山を駆け巡る。女神のもたらす大地の豊穣を精一杯に享受するのである。さあ始まりましたね。活動資金として、5000か。で、前回同様、ムービーとか会話シーン以外は飛ばしていきたいと思います。読んでいると思いますが、セテスの妹、フレンの行方がわかりません。そうだったね。だった。出た形跡がないことだけは確認できています。行き先も告げぬまま。一人で勝手にどこかへ行くような子ではないんだ。大修道院の中をいくら探しても見つからず、騎士団を動員して町の捜索も開始している。最近は物騒な噂も飛び交っていてな、まさかとは思うが。物騒な話、このところ夜な夜な町を徘徊して人を襲う者がいるという噂があるのです。騎士団の調査では遺体が見つかるなどといったことは起こっていませんが。死神騎士がその鎌で命を借りに来るなどと騒ぎ立てる者も出ている。そんな奴に門分かされたのだとしたら無事では済むまい。ああフレン、セテス、焦燥はトローの友と言います。冷静に努めなさい。あなたの大切な妹は私にとってもかけがえのない家族のようなもの。全身全霊を尽くし必ずや見つけ出します。今節の課題はフレン捜索への協力とします。町の騎士団が担当しますので、あなた方は大修道院内の捜索に注力してください。時は一刻を争います。頼みましたよ。イエスさあ、そうした。フレン失踪らしいですね。で、彼女を探すのが今節の課題か。女の子を追いかけるのは俺の得意分野だな。女の子やけどね。それ以上ふざけないでくれるかしら。フレンは無事なのかな。もしかして町で噂の死神が。だとすれば面白い。一度そいつと剣を交えてみたいと思っていた。フェリックス、あなたも少しはセテス殿の気持ちを考えなさい。とにかくすぐに捜索を始めた方がいい。先生、まずは情報を集めよう。さあ情報集めということで。先生か、怪しい者がいないか見回っていた。あとは証拠だけだ。そうか、あと証拠ね。ろうそくの明かり、誰だ。うーん、いや違う。お、違うか。まさか先生、それにドゥドゥまで。どうしたこんな夜中に。殿下、ご無礼を。ああ、いや
俺こそ驚かせて悪かった。少し調べ物をしていて。用は済んだ。部屋に戻るぞ、ドゥドゥ。じゃあ先生、また明日。妙なやつじゃな。こんな夜更けに何を調べておったのじゃ？ん？棚の書物が一冊ずれておる。やつめ、慌てて押し込んだのじゃろ。さあ、本があったみたいですね。記録のようじゃな。アラン・デル、知らぬ名じゃ。毎年多額の寄進をしておったらしいが、1174年を最後に途切れておるの。さては死んだか没落したか。フレンの剣との関わりはなさそうじゃが。さあ、あの本が何につながるのかっていうところだね。さあ、鼻でいいかな。まあね、ぼっちでやるんでね。てか、どこまでぼっちハードでいけるかなんだよね。まあ、っていう感じなんで、3作にはなるんですけど、その、そうだね、結果的に、ああ、資格があればいけるんだけどな。どうしていこうかねっていう感じだね。天帝の剣も回復させないといけないし、鉄の剣、鋼の剣、最上級は持ってるんだよ。最上級はあるんだけど、上級がなくてね。では、まああると。この辺りも、買っとこ。さあ、戦力補充して修理。あ、一応修理できるんだ。鋼はそのままで。じゃあ、散策とかして、次の話が出てくるまでは一旦飛ばしましょうかね。先生がイエリッツァ先生の金を持って走り去った。何か嫌な予感がするな。二人に話を聞いてみるべきかもしれない。イエリッツァ先生は訓練場か自室だろう。部屋は騎士の間の東側だったはずだ。あ、イエリッツァとマネーラ先生が怪しいらしいですね。さあ、着きましたね。じゃあやっていきますか。さあ、話が進みみたいなんでね。秘密の地下道の戦い。マヌエラ先生が。ほう。マヌエラ先生、しっかりしてください。マヌエラ先生、怪我している。ああ、だがまだ息はあるようだ。急ぎ手当てを。あれ、マヌエラ先生の手、何かを指し示してるみたい。あ、
棚の後ろ、人が通れるくらいの穴が開いているな。隠し通路か。あ、マグエラ君ではないか。これは何があったというのだ。早く彼女を医務室に運ぶのだ。君、わざっと見てないで手伝いたまえ。わかりました。先生、すぐに戻る。ねえ、これってフレンの失踪とも関係あるのかな。そこの穴はどうする、先生。さあ入ってみるか。奥は暗そうですけど。昔からアンは暗いところが嫌いだものね。でも大丈夫、先生も私もいるわ。奥で物音がしたな。確かめるなら早くした方がいい。きっとなんとかなるわよ。行きましょう先生。さあ奥地で。何この部屋。また誰か倒れてます。さあ地下道に来たみたいですね。おお、倒れてる。一人はフレンのようですね。ですがもう一人は。先生、奥から誰か来ます。あのカマ、前に性病を襲った騎士。貴様、あの剣も。君は俺か、貴様か。地獄の舞踏を楽しもう。行く。さあ、そうだね、赤い髪の方は誰なんだろうね。さあ、やっていきましょう。まずね、ユニットがね、こんな感じで、二次タクは、装備で、天帝が使えないからね、傷薬はこのまんまで、さあ、セーブして開始しますか。んじゃ、やっていきましょう。死神騎士の撃破か、敵の全滅。25。このような騎士から、フレンを取り戻されば。そこの床、何か。25ターンで、ここにたどり着くのが一番無難そうではあるね。いやー、これはこれで骨が折れそうだな。サリエルの大釜。こっちから行ってみよう。天意。さあ、鋼で行くか。よ、ナイス。さあさあ、この経験は糧になる。ガンガン進めていこう。まあ、こっちが合ってるかどうかは分かんないけどね。それは、それは、
卑怯じゃないかい？なんか嫌な感がするんだよね。あ、よかった。お宝かと思った。で、上も動くと。さあ、やっぱ鉄の剣はプラスにしてると使えるね。よし。いやー、どっちかっていうと単数だな。考えるとやっぱ遠距離系の武器を鍛えておいて一気に進めた方が良さげな気がするね。一回じゃいけないか。増えた。やはり来たか。さあ回復。あー、そこの道は塞がないでくれ。もう11ターンだからね。解除。いい勝負ができたね。さあ、問題はどれに入るかだよね。これにしてみよう。これは あ、やっぱこれ鍵がないとダメなやつか。転移ってことはここはダメ。上の2つはダメ。うわー、ターンを無駄にしてるな。ここじゃないか。あ、無駄にした。炎、炎、鉄。賞賛はあったね。よし。まあ、ある程度避けれるような状態だから、そこまで。まあ、魔法だね、問題は。
まず遠距離がちょっと面倒いんで、扉の鍵は送ってはいけなかったんではないか。まずはじゃないとね。だよね、引いてくれるよね。いやだよね。さあ戻りますか。やってみようかな。まあダメだったらカットすればいいしカットすればいいしってめちゃくちゃ楽観的な考え方だけど、そう、これは傷薬か。あんまり立て実感しないのよね。
ん、これもしかして、この経験は糧になる。気を逃すな。転移して、その気、うん、なるほど。解除。ただ問題は、これでいいかな、雑魚敵が飛んでくるのかどうか。装備させて使おう。いや、詰めてくるな。こうなると動けない感じだね。この気を逃すな。この経験は、いや、途中までは悪くはないけど、ここを探検にしとかないとっていう感じだね。槍はいらない。この経験は糧になる。あ、武器しくった。さあ、残り9ターンと。油断はしないです。焦らず戦おう。いやー、左だったね。41か。さあ、レベルがこれで上がって、回復でかい。
お？なんか今ビシッて音がしたけど、いやー一応倒せたね。力速さ上がったね。幸運も上がってるならラッキーだ。闇魔法試験パス。へえ。命を削れ、もっとだ。そこまでだ。今日が過ぎるぞ、死神。我が逸落の邪魔を。これからいくらでも機会はある。貴様の仕事は終わったはずだ。承知。再び闇まみれ。ほう。いずれまた会おう。我が名は炎帝。炎帝か。あるべき姿に返すものよ。さあ。どう死神騎士。なんだか物騒な見た目の二人ね。いや、本当やっとクリアできたよ。あ、飛ばしてしまった。運ぶぞ。さあギリ、まあちょっとガバはあったけどなんとかね。ただレベルが上がったからよかったけどね、やっぱ途中倒してなかったからその分微妙なところが多かったね。ないよね。いや、皆が無事でよかった。それが一番だ。詳しいことはまた後で聞かせてくれ。とりあえず2人を医務室へ運ぶのが先だ。は、承知しました。誰か手を貸せ。なあ、悪い。安心したせいでつい力が抜けてしまって。助けられて本当に嬉しいんだ。もちろんセテス殿ほどではないだろうかな。まあセテスはすごいことになりそうね。先生その顔なあ、もう一度やってもらえないか。先生のそんな顔は初めて見たかもしれない。ああいや悪い、決してからかったつもりはないんだが、お前が見たこともないくらい嬉しそうな顔をしていたからついな。雑談している場合じゃないな。早くセテス殿に知らせてあげてくれ。そうだね。いやー大変だったよ。ターン制限が一番辛い。改めて礼を言う。おかげでフレンが無事に戻った。どれだけ感謝の言葉を並べても足りない。私にとって君は大恩人だ。そうだね。ああ本当に本当に良かった。しかしなぜフレンが。そうね、フレンをさらっていく理由よね。姿を消した仮面の騎士が今回の実行犯、つまり死神騎士だった。そして諸々の状況を踏まえれば奴の正体はイエリッツァと見て間違いなかろう。さらに炎帝と呼ばれる謎の人物、彼らの真の目的は不明だ。イエリッツが犯人か。実は私には心当たりがある。おそらく敵の狙いはフレンの血だ。おう、彼女には特別な血が流れている。突
ても希少で危険な血が。だから過保護だったのかね。我々は大修道院を出て身を隠すしか。待ってください、お兄様。フレン、お前なぜここに。まだ安静にしていなければダメではないか。私、嫌です。また人里離れた土地で誰にも会えず寂しく暮らすなんて。ここに留まればまた襲われるかもしれん。それならば兄と二人つつましくのどかに。ですがどこかに隠れて暮らしたとしても見つからない保証なんてありませんわ。それなら先生や騎士団の方々がいる大衆動員にいた方が安全だと思いますの。それはそうかもしれんが。そうですわ、私を先生の学級の生徒にしてくださらなくて。ほうほう、名案だ。なぜ名案だ。先生もそう思われます？なんて嬉しいのでしょう。こんな先生が近くにいてくだされば、たとえどんな敵が現れても安心できますわ。なるほど、そうかもしれんな。だいぶセテスの好感が良くなってるね。これまで君を厳しく評してきた。しかし今は君を頼もしく思っている。どうだろう、フレンのことを頼めないか。いや、やむを得ないってやむを得ないよね。ちょっと配信者としてやりたいけど、まあ喜んでにしとこう。そうか、大司教には私から話しておく。フレンのことよろしく頼む。フレンが助かってよかったの。もう一人の小娘はどうなんじゃろうな。あれもみなりからして士官学校の生徒のようだったが、何者じゃ。確かにね、赤い髪の子は誰なのか。白竜のスカーフ。あー、ご苦労様でした。あなたの学級に協力を頼んで正解でした。マヌエラもフレンも、そしてモニカも順調に回復していると聞いています。モニカ、モニカ誰だっけ。モニカも生徒。モニカは何者。今回フレンと共に保護されたモニカも士官学校の生徒なのですが。実を言うと彼女は去年の生徒なのだ。はあ。ちょうど卒業の時期に行方をくらました。そのため大修道院内ではなく授業への期間中に失踪したのだと考えられていた。それがまさかこんな形で発見されるとは。モニカ本人の希望もあり、体力が回復次第本年度のアドラークラッセに復帰させる予定です。犯人が逃走中である以上、この件については引き続き調査と警戒が必要ですが。へえ。気持ちを切り替えてもらわねばなりません。来節はいよいよグロンダーズ呪術師戦が催されますからな。生徒たちにとっては一生の思い出となる大切な催しです。生徒たちが全力で呪術師戦に臨めるよう導いてあげてください。さあ、呪術師戦か。あっちの方には行ったことがなかったな。帝国も西の方じゃゴタゴタしてるが、都のアンバルから東は安定。いや、少し前に貴族の内乱があったか。まあ大した話じゃない。さあ、来節は何を。どこする。任務があってな、グロンダーズとは逆方向さ。そうか。いつだって人使いが荒いんだ。が、それよりも気になるのは、何者かが俺たちの近くで暗躍してるってことだ。女神最短の儀以降、ガルグマクの周辺でも、それ以外でも、変な連中が目撃されてる。調べてた騎士が死体で発見されるなんて事件も起こった。ないとは思うが、俺に毎日のことがあれば、この部屋の中を探ってくれ。棚の裏とかな。お前宛てのものを残しておく。
どっちがいいだろう。俺だって死ぬつもりは強いほどもねえよ。前に笑えってのも無理な話だが、せめて真顔はやめ。おい、今笑ったか。そんな珍しいんだ、笑うのか。ああ、だからディミトリもびっくりしてたんだね。さあ、死神の噂クリアですね。ということで、今回はここまでにしたいと思います。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまただ。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあまたね。